私の名前は美咲。夫の祐介と結婚した頃、私の仕事は評価され始めて、どんどんいろんなことを任せてもらえるようになり、あの頃は毎日が楽しかったけれど。美咲頼む、仕事を辞めて母さんの介護をしてくれ。祐介に土下座して頼み込まれ、倒れて寝たきりになった彼の母の介護をするため仕事を辞めたのが4年前。お母さんの症状は重くて、とても仕事と両立できずに諦めたのだ。幸いにも私とお母さんの関係は良好だったし、介護そのものはそれほど苦痛ではなかった。ただ、美咲、いつもありがとな。祐介は感謝の言葉はよく口にしてくれたけど、それでもほとんど手を貸してくれなかった。そして3年間の介護の末、義母が亡くなってもうすぐ1年。今回も不採用か。届いた不採用通知を見てがっかりする。やはりブランクがあるためか、私はなかなか再就職が決まらなかった。お母さんが倒れた時、あれほど申し訳なさそうにしていた祐介はというと、ちょっと祐介、電気消さないでよ、今履歴書書いてるんだけど。あ、ニートに使う電気代がもったいないから、お前の部屋は消灯10時な。お母さんが亡くなって1ヶ月経っても2ヶ月経ってもまだ仕事が決まらない私に、祐介の態度は次第に横柄になっていき、いつまでニートやってるつもり？外で働いてる人間の辛さなんて忘れちゃっただろ。最近顔つきまで締まりがなくなってきたね。まさかこのまま俺にぶら下がって生きていくつもり？誰のおかげでこの3年間無職だったと思ってるのよ。最近では2日に1回くらい。おいニート、寄生虫さん、返事しろよ。とバカにされ、私の我慢は限界に達していた。決定的だったのは、私が何度目かの不採用通知にがっかりしていた時に言われたこの一言だ。そりゃずっと無職だった人間を雇う会社なんてないよ。ニート、寄生虫、無職。お母さんの介護をしていた時も、家にいる時間が多いのだからと、家事はすべて私が引き受けていた。思い返せば共働きだった頃も、祐介はゴミ出しくらいしか家事はしてくれなかった。何度言っても洗濯機の使い方がわからないと逃げ、自分の食べた食器を下げることもしない人だった。ついに今日、無事に再就職が決まった。幸いなことに仕事を辞める前と同じ職種で、資格とキャリアも活かせるし、職場の雰囲気も良さそうだった。そして私は採用の電話をいただいてすぐに役所に行き、離婚届をもらってきた。家に帰ってきた祐介に開口一番。あなたにぶら下がって生きていくつもりはないので、これを書いてください。と離婚届を渡す。なんだよそれ。俺は別にそんなつもりで言ってたんじゃなかったのに。は？だったらどういうつもりだったの？なんなら専業になってもいいし。はあ、こいつ何にも分かってない。そもそも、私が望んで専業になったわけじゃないでしょ。お母さんが倒れた時、当時の私は祐介より高給取りだったので、なんなら私が仕事に出て祐介が専業主婦になってお母さんの介護をしたらどうかという話も出ていたのだけれど、その時の話し合いで、息子とはいえ男の俺に介護されるのは母さんだって抵抗があるだろうし、資格を持っているお前の方が一度仕事を辞めても再就職しやすいだろうし、という彼の言い分にも一理あったので、受け入れざるを得なかったのだ。これ以上自分の好きな時に電気もつけられないような生活が続くなんてうんざり。美咲、悪かった、考え直してくれ。私が強く出ると、祐介はさっきまでのふてくされていた態度を一変させて下手に出てきた。こんなにごねられるとは思わなかった。最近の祐介の態度を見る限り、もう私に対して愛情なんかないと思っていたのに。俺はお前が仕事をしていた当時、どんどん評価されて俺より高給取りになったお前に嫉妬してたんだ。だから仕事を辞めてほしかったんだ。母さんが生きてるうちは自分の親を介護してもらってる負い目があったけど、母さんが亡くなってからも仕事が決まらないお前に、こいつは俺が養ってやっているんだって思うことが気分が良くて、つい反省する。どうか離婚だけは。みっともなく泣き落としにかかる祐介に、私の心はどんどん冷めていった。私が離婚したいと思う気持ちは変わらない。これ以上ごねるなら弁護士を挟むことになる。弁護士？今まであなたのしてきたことは立派な精神的暴力だよ。そんな大げさな。だったらこれ弁護士さんに頼んで見てもらう？そう言って私が取り出したのはここ1年の家計簿だ。
あんたさっき養ってやってるって言ってたけど、私が仕事を辞めてた数年、あんたが入れに入れてたのは光熱費と食費の半分だけ。残りはずっと全部私の貯金から出していたじゃない。もし彼の稼ぎが悪かったなら仕方ないと諦めることもできたけれど、ゆうすけは週に1回はお気に入りの小料理屋に一人で通って何万も使い、趣味のプラモ作りに5万、10万とかけていたことを私は知っている。このまま別れてくれれば慰謝料まで請求するつもりはない。でも弁護士を入れるならあんたが負けるって分かってるでしょ。ゆうすけは言葉をなくしてうつむいた。今私のあなたに対する愛情はゼロだけど、これ以上一緒にいたらきっとマイナスになってしまう。一度は一生一緒にいたいと思うほど好きになったのだし、あなたにもいいところがたくさんあるのも知っている。だからこそ嫌いになりたくない。そうさせないでほしい。私が静かに言い聞かせると、わかった、ごめん。ゆうすけは泣きながらようやく離婚届にサインをしてくれたのだった。きちんと記入されているかを確認し、私は離婚届をしまう。それじゃいつ頃この家を出て行ってくれる？え、忘れたの？この家私の持ち家なんだけど。お、呆れた。本当に忘れていたらしい。私の親はこの家を私に譲り、今は日本ではなく海外で暮らしていた。この部屋は部屋数が多くて広い。だからこそ介護の話が出た時に、私が旦那の実家で同居するより義母をこちらに呼び寄せて生活を始めることになった。ここ数年でこの家の2部屋を旦那は自分の書斎とプラモ置き場に使ってたのだが、ごめん、あの部屋の荷物を片付けるまではこの家にいさせてほしい。そう来ると思った。ここで私がうなずけば、このままずるずると居座る気だというのは目に見えている。だからこそこの話をする前に離婚届を先に書いてもらったのだ。私の出勤は来月からで、まだ時間の余裕があるから片付けは私がやります。え、あなた自身は明日には家を出てと有無を言わさず、ゆうすけの身の回りのものを詰めたスーツケースを出した。あなたの荷物は今週中に私がまとめておく。ただ素人の適当な梱包だから、あなたの大好きなプラモが傷むのが嫌なら、今日中に自分で包むか自分で業者を雇ってね。1週間以内に引き取ってくれなければ、トランクルームに預けてその費用を請求する。あなたの職場にも連絡するから。私が本気だと悟ったのだろう。一晩経って目が覚めたら、ゆうすけはスーツケースと共にいなくなっていた。私はその日のうちに役所に離婚届を提出。さすがに一人で暮らすとなると、この家ではちょっと広すぎるので、近々手放して手頃なマンションでも買うつもりだ。ご視聴ありがとうございました。